はい、こんばんは、あきらです。今日はですね、5点ゲット、多角形の問題、覚えておきたい9つの数字というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、まあ、以前もですね、この表は、動画で紹介させていただきました。まあ、実際はですね、内角の和や一つの内角を出す、または対角線の数を出す公式を覚えて、まあ、数字を求めていこうと、まあ、そういうお話をしていきました。まあ、しかしですね、今週のテストに出るということが分かっているんであれば、もうこの9つの数字覚えてしまった方が早いです。まあ、この9つの数字の中でですね、正六角形の1つの内角120度というのはもう本当に品質です。正三角形2つ分ですよね。まあ、これをですね、もし公式で毎回出しているようだと、まあ、時間的にですね遅くなってしまいます。まあ、すんなりですね、正六角形の一つの内角120度と、すぐ出てくれば素早く、次の計算に移ることができます。はい、ではまず基本編からいきましょう。正五角形の内角の和は540度です。正六角形の内角の和は720度です。正八角形の内角の和は1080度です。正五角形の一つの内角は108度です。正六角形の一つの内角は120度です。正八角形の一つの内角は135度です。正五角形の対角線の数は5本です。正六角形の対角線の数は9本です。正八角形の対角線の数は20本です。はい、ではランダム編ですね。2ラウンドいきましょう。正五角形の一つの内角は108度です。正八角形の対角線の数は20本です。正五角形の内角の和は540度です。正八角形の一つの内角は135度です。正五角形の内角の和は540度です。正五角形の対角線の数は5本です。正六角形の対角線の数は9本です。正八角形の内角の和は1080度です。正五角形の一つの内角は108度です。正五角形の内角の和は540度です。正六角形の一つの内角は120度です。
正八角形の内角の和は1080度です。正八角形の対角線の数は20本です。正六角形の対角線の数は9本です。正五角形の一つの内角は108度です。正八角形の一つの内角は135度です。正六角形の内角の和は720度です。正五角形の対角線の数は5本です。